2010年メキシコ湾原油流出事故は2010年4月20日にメキシコ湾沖合 80km、水深 1522m の海上で海底油田掘削作,作業中だった BP 社の石油掘削施設ディープウォーターホライズンで技術的不手際から掘削中の海底油田から逆流してきた天然ガスが引火爆発し、 海底へ伸びる5500メートルの屈削パイプが折れて大量の原油がメキシコ湾へ流出した事故。BP によると7月16日までの原油流出量は約78万キロリットルである。1991年の湾岸戦争に次ぐ規模で1989年に4万キロリットルが流出したアラスカ州のをはるかに超えた。被害規模は数百億 US ドルとされる。 炎上するディープウォーターホライズン。沿岸警備隊の艦艇やヘリコプターが消火や乗組員救出のために集まっている。この写真は2010年4月21日に撮影されたものだが、翌日ディープウォーターホライズンは沈没したメディアを再生する火災の消火活動。沿岸警備隊ヘリより撮影2010年4月20日夜、世界最大の沖合掘削受け追い。 会社トランスオーシャンが管理するルイジアーナ州ベニス沖の石油掘削施設ディープウォーターホライズンで大規模な爆発があり11人が行方不明となり17人が負傷した当時は126人の作業員が働いていた掘削施設は4月22日に水没したアメリカ合衆国沿岸警備隊によると 石油掘削基地から伸びる原油の帯は4月30日に 200km、幅 120km に達したルイジアナ州の住民からは29日に沿岸に漂着しているという報告がある。そのため、ルイジアナ州、アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州の4州で4月30日に非常事態宣言が出された。 7月15日の封じ込め作業により油の流出は止まり9月19日に油性の封鎖作業を完了した BEP は6月中旬現在までに65万ガロンのクオレキシッツ9500という石油分散剤を投入しているこの分散剤はアメリカが州国環境保護庁によりこの海域で使用することが認められている2製品のうちの一つである この油田のプロジェクト名は、マコンドプロスペクトといい、メキシコ湾の海底国ミシシッピキャニオンに設定された、海域ミシシッピキャニオン252地区にある。2008年3月に内務省の MMS の入札で BB が採掘権を得て、2010年2月に採掘を開始した。事故を起こしたディープウォーターホライズンは自動繊維保持装置を備えた。 半潜水式の石油プラットフォームで海に浮きながら自動で位置を調節し大水深の海底から石油を掘削することができる。R&B ファルコン社の発注で1998年末から韓国ウルサンの現代重工業が建造し R&B ファルコンがトランスオーシャンによって買収されたことにより2001年2月にトランスオーシャン社に引き渡された。以来、 イギリスの石油会社 BP との契約の下で、メキシコ湾岸油田の様々な航区で石油掘削を行ってきた。マコンドプロスペクトでは2009年10月に別のリグで掘削を始めたが、ハリケーンで損傷したため、2010年1月にディープウォーターホライズンと交代した。申請後期は78日だが、内部で51日と定められた。 その後後期は遅れ予算は超過した。事故は80日目だった。米政府から BP への通告による責任組織は次の通り。オペレーターと非オペレーター間の契約で事前に責任範囲を決め、最終的に負担割合が決まる。契約により過失があっても負担をする可能性もある7月22日の米上院国土安全保障。 政府活動委員会省委員会の校長会の冒頭声明で三井石油開発の石井社長は契約上はガ社には何の権限もない。オペレーターが全責任を持つと述べた。一面に拡散する湯膜オイルフェンスの用意をする作業者、NASA の人工衛星テラが2010年5月1日に撮影した湯膜メキシコ湾岸はアラスカとは違い沿岸には巨大湿地帯が広がり、 火器など自然の宝庫であり、アメリカ合衆国としては人口集中地帯であるので、石油流出による自然環境、社会生活、漁業、観光業への影響も懸念される。そのため5月2日に、オバマ大統領は原油が沿岸まで1 5トルに迫ってきたルイジアナ州、ベニスに入り、ヘリコプターなどで視察した。視察では、 ナポリターの国土安全保障省長官から連邦政府の現地対策司令官に任命されたばかりのアレン沿岸警備隊司令官から説明を受けた。大統領は史上最悪の被害が生じる可能性があると述べた。事故以来、原油回収船とオイルフェンスを使い石油回収の対策をしているが流出箇所は深い海中であり、 原油の吹き出す圧力も極めて強く、またミシシッピ側の大河口に近いので、潮流も複雑であり、流出から長期間経過しているので、今後の被害拡大が心配されている。沖合には、メキシコ湾内を循環する海流があるが、到達した場合は、メキシコ湾全体のみならず、大西洋にまで被害を与える、可能性がある。自然分解が困難である誘拐が、 砂浜の元60センチメートルから発見され、長期的影響が心配されている。5月6日に野生動物保護区であるルイジアナ州のシャンデルア諸島に油が漂着したとアメリカ海洋大気庁が発表した。7月には沿岸約1500キロメートルに漂着した。ループカレントと呼ばれる湾内の海流に乗ったものやフロリダ半島本体や大西洋に流れ出したものは、 流出量に比べればはるかに少ないが、ハリケーンシーズンにループカレントを経て拡散することが懸念されている。高級的な対策として特殊深海潜水艇を使い、海中パイプをレンチのようなもので、ハサミ流出を防ぐ案があった。5月5日に1箇所塞ぐことに成功したが、流出量は変わらなかった。さらに鉄とコンクリートの箱を海底の流出箇所にかぶせて、 パイプで海上の回収タンカーに送る方法が準備されたが、6900万パスカルという高圧で吹き出す原油の力により浮き上がってしまい、蓋をすることに失敗した。その後も湯でも泥で埋めるトップキル作戦も原油の紛失圧のために失敗したが、7月15日には油田に蓋をする新たな箱の設置に成功するなど、一部の作戦は功を奏しつつある。 周辺は油田地帯であり、ミシシッピ加工のニューオーリンズは世界中に小麦など穀物を積み出すカントリーエレベーターの集積地点であるため影響は大きい。さらに2010年に入って原油価格は高騰中で採掘しやすい油田の新規開発が今後は減ることが見込まれ、大推進の海底油田の開発がメキシコ湾をはじめとする世界各地で積極化している折であり、 長期的な影響をも懸念される。5月6日、モービル沖き6月26日 BP 社は検索サイトでキーワードの対策を行っており、Google などでオイルスピルを検索すると BP 社の公式サイトが上位に来るが公式サイト上で事故に対して誠意を持った対応をしているとアピールすることで批判を交わす目的があるのではないかとの意見もある。 4月10日午後5時過ぎ減圧試験を行い、圧力の急激な上昇を確認し、油性からの噴出を目撃したにもかかわらず、作業を継続した。セメント固定の前の泥がガスを吸収しているか調べる、重要なボトムズアップテストの作業は6000メートルの倍最低6時間以上かかるが、30分で完了させた。セメント作業後のセメントチェックを省略した。 11万8000ドルの費用と12時間の時間を節約した。油田からリグに伸びる交換は、普通に重交換を用いるが、普通の交換であった。センタリング装置は21機推奨されたが、6機であった、死亡した、作業員の父親によると、今までは安全性の問題に対する提言は受け入れられていたが、今回事故の8週間前から拒否されるようになった。 元従業員が BBC に語ったところによると事故の数週間前に BOP と呼ばれる安全装置からオイル漏れが見つかったので上部に報告したが対策は修理も交換もせずにスイッチをオフにしたことだった。議会証言で BP のヘイワード CEO は BOP が事故の最大の原因である。我々が聞かされていたようにはフェールセーフではなかったと述べた。 マニュアルでは二人の幹部が屈着フロアで対応を協議することになっていた。しかし幹部は7年幹部事故式典で別のフロアにいて結局現れなかった。ある社員が外部に緊急警報を出していないのに気づき沿岸警備隊に救助要請をしようとしたところリグの船長に君には権限がないと叱責された。退避の決定は幹部がすることになっている。 幹部は、下と主張し、退避の必要は、明らかとした。船員は退避命令を聞いていないと主張した。石油、天然ガス生産量国内2位の新日本石油、開発は、メキシコ湾で、アナダルコ開発の推進1500メートルの油田権益を11%持つ。場合によっては、資産売却し、ベトナム、マレーシア、営業北海を優先開発する。 オバマ大統領は3月31日に原油開発の解禁を演説したばかりである。1981年から規制の続いているアラスカ沖などの原油開発は解禁されることになる。これは医療改革や環境法案というリベラルより法案通貨に対するバランスとして出されたもので原子力発電拡充に続く政策である。オバマ大統領は 米国は輸入原油に頼り回復しつつある経済情勢はまだ脆弱であるとし、環境保護派に現実を直視するように求めていた。それらの政策に対する大きな打撃となると見られている。一方原油開発に伴うアメリカ当局の安全規制の強化案に対し、2009年9月に BP のメキシコ安政産部門責任者モリソン副社長は、 内務省鉱山私物管理部に対し所管を送り、現行の自主的な安全対策は適切だとし、安全規則の厳格化に反対していた。ホワイトハウスのアクセルロッド大統領上級顧問は、ABC の番組で、この事件の調査終了まで新しい地域での屈作は認めないと述べた。BP は、アトランティスという推定埋蔵量メキシコ湾合意の、 油田を沖合2 0 0トルで開発中である。しかし社内で安全に疑問が上がっているとの内部告発があり、議論になっていた。この事故の影響が懸念されている。この件に関して複数の原告が個人、または集団で賠償訴訟を起こしている。その原告のうち最も大きな団体は、漁業関係者、地元住民、原油除去を行った、 清掃関係者で作られた原告グループで事故による経済的損失や健康被害に対して訴えを起こしており関係する原告人数は10万人に上る2012年3月3日この最大原告団体と BP 社の間で和解が成立した和解金は約78億ドル BP 社の発表によれば同社はこれまで賠償基金として 自社で蓄えておいた約200億ドルがあるため、和解金はこの基金から支払われる。2012年3月4日、アメリカ政府は和解しないことを発表した。米政府として78億ドルの和解に BP 社の誠意は認めるが同社は赤字形状しているわけではなくまだ経済的余力があり、痛い出費だとは言い難い。メキシコアニ 周辺の環境に及ぼした影響は大きいため和解せず訴訟を続行して責任追及すると声明を出した。2012年11月15日、BP は米政府当局と45億ドルの支払いで和解した。この中には罰金12.56億ドルと SEC、NAZ との和解金が含まれるが、メキシコ湾岸4州や民間との訴訟は含まれない。 2015年5月現在、BP による沿岸清掃費用は140億ドル、訴訟は解禁支払いは131億ドルである。その費用を賄うために12年度に380億ドルの資産売却をし、さらに100億ドルを売却中で、北海の天然ガスパイプラインの売却を決定している。2015年7月、米連邦政府5週、5州。 400地方自治体との和解が成立し、b p は総額最大187億ドルを18年間に、渡り年を平均11億ドルを支払う。結局 b p の支払い総額は約460億ドルになる。衝撃の瞬間第5シリーズ、石油掘削基地の爆発炎上、ナショナルジオグラフィック制作のテレビ番組、2012年放送。 事故と事故に至るまでの過程を証言を交えながら詳細に描く。コンテンダー2015年公開の映画。この事件が発端となってニコラス・ケージ演じる政治家がスキャンダルによって失脚し極限まで追い込まれていく姿を描く。バーニング・王者2016年公開の映画。ディープ・ウォーター・ホライズンで起きた事故をマーク・ウォールバーグ主演で描く。 作業員たちの脱出がメインで海洋汚染は描かれていない。ありがとうございます。